BTX は、車田正美の漫画作品。角川書店の少年向け漫画雑誌、月刊少年エースに連載された。また、それを原作とした、テレビアニメ、全16巻、文庫版、全8巻、21世紀の地球。北京での機械万国博で、天才博士、高宮光太郎は、弟、高宮鉄平と再会する。鉄平は、 兄のボディガードとして満告白に来たという。しかし会議の最中に謎の組織、機械広告が現れ、幸太郎を拉致する。兄を救い出すために、機械広告に乗り込んだ鉄兵。しかし、機械広告の戦士である、メタルフェイスに襲われ、窮地に陥ってしまう。その時、鉄兵の流した血液に反応し、機械の戦士、BTX が復活する。 タ太郎を取り戻すため、最強の BT であるラファエロの誕生を阻止するため、鉄平は相棒となった X と共に機械広告に戦いを挑む。機械広告の中心部、エリアに至るまでのポイントを警護する戦士たち。強力な BT を借り、鉄平たちを追い詰める。いずれも機械広告の軍人であるが、軍服を身につけていないものが多く見られる。 自らの実力に絶対の自信を持っており、基本的に単体の敵を集団で袋叩きにするような戦い方を良しとしない。テレビアニメ版オリジナルキャラクター。日本での放送終了後に海外でも放送された。好評だったため続編の OVA が制作されている。放送当時に発売されたビデオソフトとレーザーディスクは TV シリーズ OVA どもに発売された。 1997年に DVD ボックスが角川書店から発売された。海外ではトールケース仕様として発売。1996年4月6日から同年9月21日まで TBS において放送された。原作の中盤までの展開に沿って制作された。全25話構成。BTX ネオのタイトルで日本コロンビアから発売された。 TV 版の続きとなっているが、当時は原作が完結しておらず、終盤はオリジナルの展開となっている。7魔章も7人のうち4人が登場しておらず、一部の設定もアニメ独自の設定に変更されている。DVD は日本国内では発売されていないが、海外ではボックス仕様で発売されている。2013年6月に高尾より、 パチンコ CRBTX のタイトルでリリースされた。STX は島本和彦による本作のパロディ作品。16ページ。少年エース1997年6月号の読者コーナー、車田塾に掲載された。2013年現在、コミックスへの収録、再録はされていない。ラファエロを破壊するためには、ラファエロの細胞から作り出したものでないと不可能と、 考えた、カレンが一般人に扱えるよう武器として生み出されたのがメサイアフィストである。実際、ラファエロ完全体を破壊したのは光を吸収したメサイアフィストの一撃であった。前足関節のガタつきを見抜いた鉄兵が頭に巻いていたバンダナを使用して応急処置を施したもの。これがきっかけとなり、鉄兵と X との間に絆が生まれることとなった。 そのバンダナは、申請後も、同じ位置に巻いてある。五色の輪行を翼に集中、光の翼として、攻撃に転じた技。防御儀とも言える五色の輪行の欠点を克服した技とも言える。ただしアニメ版の回想シーンでは、カレンに対し敬語を使っている。カムイ島の施設に残された、コ太タロの研究データと、それを元にした、 カレン独自の研究成果によって完成した BT がシャドー X である。ただし回収前の X と異なり角の一部が折れていない。これは鉄平が自分と X が無事だということを伝えるメッセージでもあった。アニメでは真相は語れず、素顔もピエロ顔ではなくなっている。制作に必要なマテリアルも機械工程から送られているため、本来なら BT は 機械広告でしか制作できないものである。カレンが単独で設計、制作したシャドー X にはそれらのマテリアルを使用せずに完成させているが、高太郎の残したロボティクス理論を応用しているため、他の BT にも引けを取らない性能を発揮することができる。四国新聞1996年5月11日付長官テレビ欄より、熊本日日新聞テレビ欄より、BT X ネオに関するカテゴリー、ありがとうございます。